するしない？どうも、ひなたいこです。今回はひなたの部屋ということで、ゲストは松本よしひろころです。よろしくね。よろしくね。今回はいろんな生い立ちだったり、うんうん、どんな人なのかをいろいろ聞いていこうと思うんですけれども、はい、ぜひ知って帰ってください。今日は松本さんは現在26歳、はい、プロになって何年目ですか？ですね、5年前の7月に入ったんで、うん、だからまあ今6年目にスタート入ってるって感じですね。5年終わってますね。今年6年目5年ちょいってことですね。ここまでのその伸びの速さだよね。うん、急上昇して。そうですね、僕はリーグの C3 リーグっていう協会の、日本プロ麻雀協会の一番下のリーグからまあスタートするんですけど、うん、でまあ今 D3 とかまであるんですけど、うんうん、まあ一番上が A で、うん、今一番上から2個目の B1 リーグってとこにいます。もうそこまでが、まあ、スムーズにいっちゃった感じ。ノンストップで、まあ、マックスで6年くらいかかるんですよね、最速。うんうん、ところ一応 A まで行くのに4年、3年で B1 までとりあえず行って、すごい、ね。まあ、最速で行ったことがすごい、あんまりいないんですよね。めったにいないところを、まあ、行けて、でちょっと面白いやついいなと目かけてくれたのが、まあ、いろんな先輩たち で、うん、で村上さんとかもその一人。多団体だけどね。でまあ可愛がってくれてて、で竜王戦の決勝っていう、竜王戦っていうでっかいタイトル戦があったんですよね。存じておりますよ、はい、うちの自団体の大きいタイトル戦、オープン戦ですけど、参加人数えげつないところで、しかも竜王戦って予選をちょっと上の方にいればどんどん勝ち上がっていくとかじゃなくて、宅内で毎回2人ずつね、上に抜けていくっていう、毎度条件戦のいわゆるトーナメントですね。そう、かなりね厳しい戦いで、本当にジャン力がある人もそれだけじゃダメなんだよね。あれ勝ち抜くのは。そうですね、それでまあ運よく7回ぐらいトーナメント勝って、まあ、決勝で村上さんと当たって、まあ、弱点優勝。あの時泣いてたな、村上さん電話してたけど、その時ねすごいかっこいい逆転だったんだよね。そう、最後ね、まあ、そう、あったあった、覚えてるよ。7万点とポトリ、そう、まあ、優勝して、まあ、それがまずきっかけでアベマ TV の方に出ることになって、まあ、もう前の番組があったんですけど、まあ、それに出ることになって、その後、まあ、RTD に初めてさ、 RTD じゃないと、アベマ出た時 の私の時司会してた気がします。そう、松本さんが、そう、そういうのがあった、そういうのがあったんですけど、そう、まあ、そこにまあ抜擢されたんですよね。ね、若い人で面白い人いないってことで、まあ、大井さんとか、まあ、太郎さんとか村上さんとかが口聞いて、いいのいますよって言って、でそこからまあインパクトがあったのか、まあ、RTD リーグも出ることになってね、すごい抜擢でしたね。でそこで今麻雀をして、すごい名だたるトッププロの中に混じってね。うん、だってもう大先輩だらけじゃないですか、周りを見たら。いや、もう大先輩、結構怖いよね、見るだけで震えるよね。うん、視聴者の方も分かるか分かんないですけど、20代の麻雀プロってなか意外にいないんですよ。いない。放送対局出てる人とかは特に、もう多分僕、今僕しかいないぐらい。男性陣で20代ってあんま聞かないですよね。やっぱその30代でも若手ってなってる世界なんで、まあそういう若さっていうのも売りにできたのが、もう僕がここまで出れた要因の一つではあったかもしれないですね。あと謙虚よね、松本さん。いつも人柄いいし謙虚だし、なんかね、先輩とか人に対しての扱いがすごく、距離感も上手だから、そういうところも多分良かったんだよね。まあ体育会系なとこちょっとあって、そういうことか。うん、なんかやっぱり先輩には絶対みたいなことちょっとあるんですね、縦社会。結構本当体育会系ですね。うん、なんかむしろまあ当たり前だと思ってるんだけど、当たり前のことができてない人が多くて、はい、そこのあなたです普通にやってるだけでちょっとやっぱ評価してくれるっていう、まあそれもありが恵まれてるというか。でも成績もそうだし、ここまでのその抜擢、その活躍の仕方、そしてもう
その後一番こうさらにこう伸び自分でも伸びを感じたんじゃないですか、 M リーグの抜擢。はい、 M リーグ、そうですね、3巡目で、まあ、ギリギリ滑り込んだんですけど、やっぱり結構それでもアベマス、そう、サイバーエージェントさんの渋谷アベマスに指名されることになりまして、あそこはすごい本当にこうスター性があってジャン力が高い人を第一から、ね、大井さんで指名して、うん、白鳥さんって来て、ね、かなりねこう本当にどっちも大事にしてるね、人も大事だしジャン力も大事だしってしてるところの中で選ばれた、あの時はどうでした、お気持ち。いやもう正直ドラフトは選ばれる確率的には僕はもう 20% ぐらいかなと思ってたんですよね。結構20% って低めですね、結構かなり低い、もう5回に1回選ばれたらいいかなと思ってたぐらい、もう熾烈な争いだったんですよ。まあね、2000人いるプロの中で2000分の21人で、そう、21だから、で麻雀の強さってやっぱり、まあ、ある程度上に行くと、まあ、こう続けがたいというか、うん、もうあんまり差がないと思うんですよね、うん、まあ、その中でやっぱ分ける、選ぶのはキャラクターだったりとか人柄だったりとか見た目だったりとか、まあ、そうやっていっぱいいろいろあるわけですよね、まあ、若さだったりとか、それの中でやっぱ選ばれたのは僕のその今まで作ってきた見た目のまあ、キャラクター作ってるつもりはないんですけど、でも頑張ってきたからじゃないですか、うん、見た目の風貌とか若さとかがちょっと他の人より、まあ、勝ってるって言い方はおかしいんですけど、目を引いたとか、魅力があるよね、にがやっぱ選ばれた要因の一つであると思いますね。え、どうなの、緊張のが大きいんですか、ワクワクのが大きいんですか。いやちょっと怖い気持ち大きいですね。怖さもあるんだ。僕は結構怖がりなんで、なんかね、麻雀匠見てても結構怯えてる、意外とですよね、見た目なんか結構怯えさせる方に見えるもんね、うん、まあ怯えてると思ってるだけで、別にプレイが怯えるプレイになることはないんですけど、やっぱりなんか意外と繊細な気にしいなところあるね。最悪の状況を結構考えちゃうんですよね。いやでも分かる、日向もそっち派、そうリーグ戦とかもネガティブ系じゃん、4ラスだったらどうしようか、分かる、あるよね、思うよね。でも4ラスだと思って、まあ最初ラスラスって引いて、その後、まあ、ラスラスだこれ4ラスかもって思って2-2とか2-1とかだと、まあよかったって思って、なんか最悪の状況を想定してると、最悪の状況を避けるようになるというか、それちょっとならなかった時だけども、そうそうそう、感謝と嬉しみが出るよね。そうそうそう、4-4かもしれないって思って1-1-1-1とかだったらもうすごいじゃないですか、だからそこは似てるな、ネガティブな短所でもあり、その危険をこうやって地雷原をこうやって踏んでいく、こうやって慎重に歩いていく長所でもあるかなと思ってます。だから M リーグも、まあ、選んで、まあ、大井さん白鳥さんって来て、まあ、2人、まあ、結構仲良くて、ドラフトの前も2人だけドラフトの話どうだったらいいねって結構深く話した人がいて、その2人だったんですよね、で一緒になれたのすごい感慨深くて、まあ、僕がすごい強いと思ってる2人だからこそ、まあ、こけれないなと逆にプレッシャーにも感じるということだね、うん、でもやっぱここでやっぱ力出してまた結果出せばまたヒーローだなと思うし、まあ、かなりもうそしたら来年さらに飛躍しますね、うん、やっぱりこれから麻雀界に出てくる若手のためにもっていうか、まあ、自分のためなんですけど、まあ、若い人の勇気というか、こんだけ若くて全然歴がめっちゃ真面目じゃん、そう、真面目がつまんないですでもね、でもそういう人なんだよね。そう、ちょっとちょっと待って、何して遊んでるの。僕、趣味なくて。友達いる。友達はリリいると思ってる仲いい人誰ですか。はい、麻雀プロ。いや、私が知ってる人じゃなくてもいいですけど、地元の何々子でも別にいいですけど、まあ、教会行きますけど、いや、教会いいよ、うん、結構知ってるから。堀渋川中林、あ、なんか癖が強いなあと、まあ、立場うわ、あ、待ってちゃった。あと、まあ、太郎達也仲いいですね。あ、太郎達也仲いいですね。あ、そうなんですか。あの辺はもうすごい僕が麻雀強いけどさ、みんななんか俺強いと思ってる人たちばっかりだね。いや、でもやっぱ俺強いと思ってる人たちはその強いに裏付けされたやっぱ実力ある。うん、てか、なんか普通に人柄がいい人たち。え、そう、それはある。みんな裏を持ってないんだよね。そう、めちゃくちゃいて気持ちよさ、うん、で太郎さんも達也さんもめちゃくちゃ気持ちいいし、うん、で、まあ、最高位戦とかだとやっぱ村上さん相当、ずんたんはあとね、あれ誰にでも仲いい人だよ。いや、でもね、めちゃくちゃ、あと直哉さんとか河野さん、河野さん、あの人も自分強いと思ってたちだね、うん、いや、でもめっちゃよくしてくれて、うん、もうお兄ちゃんみたいな、可愛がってるのは確かにある。松本さんのことを
結構周りでも可愛がってる話とか、すごい本当にいい子で今後が楽しみなんだよって先輩たちが無邪気に喋ってるのよく聞きます。みんなお兄ちゃんみたいな感じで、多分弟みたいな、おじちゃんだけど、なんかおいっ子みたいな感じで、おいっ子みたいな感じで可愛い目線で見てくれてるのがありがたいし、そんな中でも一番遊ぶの誰なんですか？やっぱ教会のその最初の堀渋川中林ぐらいが多いですかね。堀渋川を続けて言うからもう一人みたいに感じて、堀さんと渋川さんでも一緒に遊ぶことも多いし、うん、まあもう交わってるね、その3人で。僕結構ちょっとネクラなとかってやっぱり、そうなの、普段あんまり見た目ネクラじゃないよどう見ても。そうですね、一人で結構ペットショップとか回ってたりしますね。このなりで一人でペットショップ行くの、動物を怯えないの大丈夫？いや、怯えない。怯えないんだ。中身がわかるの？いや、中身はわかんないけど、まあ、一人で結構やることなくて、まあ、お酒も飲みに行くことあるけど、まあ、麻雀するか、まあ、ペットショップに一人でこうやって行って。犬派、猫派、何派なの？猫アレルギーなんで、犬派。そう。猫アレルギーなんだ。そう、猫アレルギーなんですよ。昔、猫3匹飼ってたんですけど。あかんやん。まあ、ある日、しかも、まあ、捨て猫だったの。はいはい、偉いね。そう、で、まあ拾ってきて、怖いよ万引きと同じやり方だよね。そう、で、まあ、猫3匹と犬1匹いて、うん、囲まれてて、動物好きなんだね。そう、かゆいなみたいなある日なって、うん、検査行って、そう、猫アレルギーですって言われて終わった。出てけってなんだよ。いや、なんないけど、まあね、うん、一緒に寝てたんだけど、うん、一緒に寝れなくなっちゃって、別であれだったんだね。そう、だからアホだね。ペットショップ行ってね、こうやって犬こうやってこうやって指こうやってゲージにこうやってこうやって遊んでると、ちょっと触らないでくださいって言ってめっちゃ怒られる。結構シュールな休みの過ごし方をしてるんですね。そうなんですよ、だからやることなくて、うん、でも麻雀の勉強とかに時間を使ってるってことでしょ。そうですね、いいことじゃない。麻雀の放送を見たり。だって何歳の時から麻雀覚えたんですか？僕はですね、16歳。16歳、10年前だ。16歳の時に、マージャン歴一緒ぐらいじゃん。10年、イエーイ、ほいでほいで。そうで、高校の先輩にその時当時教えてもらって、イエーイ、そうなんだ。そう、マージャンで面白いって言われて、まあ、情報ってパソコンの時間があるんですけど、まあ、うちの高校にはちょっと申し訳ないんだけど、情報の時間ずっとマージャン勉強してて。進学校だったんでしょ。そんなので許されんの？成績優秀だったってこと？まあ、そこそこ、学校の成績はそこそこ。まあでも、マジ自慢だこれ。あ、続けて。でも麻雀が強くなっていくに従ってどんどん成績が下がってきましたね。それは比例した、そこは。そう、比例した。半比例、何こうやったんだ、成績落ちてる。そう、麻雀とこうやって広がっていくみたいな。え、ちっちゃい頃は何になりたかったの？まあ、ずっと野球やってたんですよ。あ、もうそうなんだ。家族がやっぱその体育会系はそこから来てるの？そうっす。お兄ちゃんとお姉ちゃん、お姉ちゃん、お兄ちゃん、僕なんですけど。おえ、末っ子？末っ子。わあ、いいね。そう、野球結構一家で、父親も野球すごい好きで、うん、で、野球兄と僕がずっと。何歳から野球は？まあ、もう多分最初にもらったプレゼントグローブとかだったんで。それは何歳ぐらいの話？ 4、5歳だった。すごい、物心つくかつかないかぐらいだ。そうで、もう兄弟もちょっとね、上と離れてるんですよ。6歳差と8歳差とかで。可愛がられたでしょう。いや、全然遊んでくれなかったから残念だね。そう、一人で、しかもみんな小学校とか行っちゃって僕暇なわけじゃないですか、幼稚園とかで、うん、だからもうグローブとボールで遊んでたんだ。お父さんキャッチボールとか、うん、ポン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 川に投げたりして、まあ、野球覚えて、もうそれからずっと小中高でずっと野球やってたんだ。え、じゃあ野球選手になりたかったりしたの？なんか将来、なんかみんな何々になりたい、お医者さんになりたい、パイロットになりたいとかあるじゃないですか。うん、僕なくて、夢。夢なかった。そんなに野球はどうなの？実力的には。野球は、どうだったの？まあ、結構その、高校野球は結構進学校で全然別に強くないとこだったんですけど、うん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 、まあ、なんか読売巨人軍さんのなんか元バッティングコーチみたいな人がいて、うんうん、まあ、その人にずっと個人的に教えてもらってて、すごいじゃない。で、まあ、なんかスカウトさんとか来て、なんか呼ばれたこともあったんですけど、まあ、それが別にスカウトは別に全員いろんな人いて、別に進学校だったから強豪校行ってもベンチとか全然あるし、建前でそのコーチに、いや、きちんじゃん、コーチに気使ってスカウトしてるかもしれないけど、ネガティブ、何そのネガティブ。そう、いや、でもあると思って、そういった距離感にいたってことでしょ。いや、そういうことじゃなくて、まあでもそれで評価してくれてるのはあったけど。ポジションは？ピッチャーとファーストって。あ、そうなの、すごいじゃん。
身長はずっとね、今180、高いですもんね、187cm ある。187、もうちょっとで 2m だね。そう、いや、うん、もうちょっと、いや190になったらもう本当何引きこもろうかなと。え、なんで嫌なの？でかいの嫌だ。今更もう今更もうしょうがないんですけど、兄弟みんな大きいの？兄が183で、あ、お兄ちゃん超えた。親父も183で、お父さん超えた。お姉ちゃんは168cm、 大きいね。お姉ちゃんも。お母さんは 150cm。 お母さんちっちゃいね。ちっちゃいね。普通だけどね。そんな中で、そんな、なんか野球でも輝いてたのに、麻雀にはまり、麻雀にはまって勉強したら成績が下がり、そう、なんとかで、まあ大学が、まあ、うち進学校で結構、まあ慶応義塾とか早稲田大学とか行っても、俺はそんなとこ行かない、東大行くぜみたいな学校で、わー、別世界。で、僕はまあ青山学院大学に受かり、はい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 、先生たちはもうみんな泣いてた、うん、なんで泣くの？松本麻雀ばっかしてたのに、どこの無名大学かと思ったら、青学おめでとうみたいな。あ、すごいじゃんってこと？そうそう、え、てか、麻雀すげえ頑張ってても成績良かったんだね、やっぱりね、それちょっと自力でカバーした。いや、かなり自慢ですね、それはね。分かる、もしかしたら麻雀が受験勉強にちょっと生かされてたかもしれない。得意な科目何だったんですか？国語。言い方が国語は相当ね、全国で2位とか入ったこと。おかしいよ、この子。